イテム番号 SCP-575JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-575JP は十分な広さを持つ牧草地に収容し、脱走防止用に高い壁と監視カメラを設置してください。SCP-575JP は自然環境の中で自活できますが、緊急時は標準的な人と同等の処置を行います。全 SCP-575JP 個体は収容施設への移送前に、適切な財団職員と宗教を問わず婚姻儀礼を結び、姓を財団職員側に合わせた状態を維持しなければなりません。しかし、実験と収容違反を除く時間は、夫婦別姓を許可されます。説明 SCP-575JP は、編集済みの放牧地に生息する、異常な認識を持たれるコーカソイドの一族です。対象は度重なる近親交配によって内臓疾患や骨格異常が見られますが、それ以外には生物学的に完璧な人であり、にもかかわらず人含む他の生物からはアルパカと認識されます。胃内部からは未知の細菌が発見されましたが、牧草の消化吸収を助ける以外の目立った特性は見つかりませんでした。実験記録以下の実験は、SCP-575JP を人間であると看破するために行われました。対象となるオブジェクトは SCP-575JP-1 であり、2歳前後のメスに見えます。実験 1SCP-575JP-1 をアルパカに詳しい生物学者と接触させる。結果生物学者は、対象が完璧にメスのアルパカであると断言した。実験に SCP-575JP-1 を通常のアルパカ2匹、4歳オス、3歳メス、と接触させる。結果オスのアルパカは SCP-575JP-1 と交尾を行おうとする。SCP-575JP-1 は実験室内を逃げ回る。メスのアルパカは特に関心なく実験室内で草を食んでいる。実験 3SCP-575JP-1 の体組織を遺伝子検査にかける。結果遺伝子検査の結果はそれがメスのアルパカであることを示した。また、対象の毛はアルパカの毛アレルギーを持つ財団職員に対し、強烈なくしゃみをもたらした。実験 4SCP-575JP-1 を1監視カメラ、2レントゲン撮影、3CT スキャン、4MRI 画像撮影、5体重計にかける。結果1監視カメラは通常のアルパカの姿を映した。2レントゲン撮影はアルパカの骨格を映した。3CT スキャンと 4MRI 画像撮影は、機材に頭部までしか入らなかったものの、通常のアルパカと同じ断面図を映した。5体重計はそれが通常のアルパカよりも重い、88であることを示した。中期実験環境にはなかったが、財団施設収容前のミリ波スキャナーによる全身操作図は、通常のアルパカと同じ像を映した。実験後 SCP-575JP-1 に物品を提示し、知能及び種子の操作能力を測る。提示した物品は以下の通り。1子供向けの絵本1冊、2チエノは、3皿に乗ったビーフステーキと食器類、4タッチペン式の携帯ゲーム機、5A4 サイズのコピー用紙1枚と鉛筆。結果対象は3ビーフステーキと5コピー用紙を踏みつけ、4携帯ゲーム機に唾を吐いた。1絵本と2チエノはには関心を示さなかった。対象が本来人間であることを考えると、これらは意図的に無視されたものと思われる。実験6観察側の認識が異常性に及ぼす効果の検証。安全対策を整えた上で、SCP-575JP-1 とアルパカに対する性的盗作がある D クラス職員を接触させる。結果 D クラス職員は、対象との結婚を申し出る。研究班の判断により、急遽財団内の教会で結婚式が執り行われた。逃げ出そうとする SCP-575JP-1 をエージェントが取り押さえ式が進行する。牧師の合図で誓いのキスが行われると、その瞬間 SCP-575JP-1 は40代の白人男性に変化した。D クラス職員は膝から崩れ落ち号泣する。実験は停止された。ホイ SCP-575JP の共通点は、自身の姓を、アルパカ、としていることです。これは初期収容以前に変わり者の符号が養子縁組の対象としたことで人間化した SCP-575JP、事案及び、収容後の財団による実験からも、何らかの重要な関わりがあると考えられます。SCP-575JP の起源は不明ですが、SCP-575JP、3からの聴取では、
ひいおじいさんの代から、このような生活をしている特伝にある、としています。さらに同個体は、草をはむのは伝統であり、よりアルパカらしい振る舞いが自分たちを正しい天国へ導く、とする宗教的観念が存在することも明らかにしました。実験7実験6の結果から、SCP-575-JP の異常性がそのせいに起因するのかを確認する。SCP-575-JP-1 と女性の D クラス職員、D-575-1 を混因させ、D クラス側の性を SCP-575-JP-1 に合わせる。結果 D-575-1 は SCP-575-JP に変化し、財団職員からは一切のメスのアルパカであると認識された。実験から約6時間半が経過した時点で痙攣を起こし、その後を臓器不全で死亡した。この結果について、SCP-575-JP 実例たちは一様に、彼女は神に耐えられなかった、とし、悲嘆を示すとともに今後の同じ実験は拒否したいと申し出た。申請は承認された。